皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。今回アナウンサーを務めます松阪高校放送部2年長谷川しおりです。松阪高校では定期テストが終わり、私たち2年生は16日から修学旅行に行ってきます。今年は長崎に行きます。とっても楽しみです。それでは今回のラインナップです。障害者の雇用就労促進フォーラムが開かれました。今回の子育て一番情報は健康センターハルルで行われたはぐもみ講座をお伝えします。市役所就農課から差し押さえ強化月間についてお知らせします。暮らしの安全情報、今回は緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練について紹介します。視聴者投稿ムービーでは本居宣長記念館に咲く彼岸花を紹介します。